ブリュッセル・グリフォンとベルジアン・グリフォンのグリフォンズ。犬の秘密基地ナウ始まるよ。もう夏なのかい。どうも犬の秘密基地でーす。暑い日が続いてますね。オイラーパグのパックン。ベルジアン・グリフォンとミニチュアダックスは早速ゴロゴロです。ダックス姉さんも早速寝ちゃいます。お泊まり柴犬のソラくんは相変わらずマイペースですね。パグのパックンもやってきて、柴くん、ソラくんベッドが気になるトイプードルコテツくんと、めっちゃ見つめてくるパックン、チャチャマルくんとスイくんが何やら二人で遊んでいますね。遊んでいるというよりかはチャチャマルくんが一方的にジャブを放っています。チャイちゃんももうだいぶ慣れています。フーさんもやってきて、麦姉さんもだいぶご機嫌な様子になっていますね。スイくんは一人ゴロゴロしてみんなの注目の的になっています。パグのパックンとフーさん、スイくんはさっきからずっとゴロゴロ状態になっています。チワワとパグのパックン、そして今日初めて来ましたブリュッセルグリフォンのチャタロウくんです。トイプードルのチャタロウくんも来て一緒にご挨拶。チャタロウくんはゴロゴロダックスのスイくんにも挨拶をしています。チャイちゃんもこっそり後ろから来てますね。ブリュッセルグリフォンとベルジアングリフォンのグリフォンズ、そこにトイプードルのチャタフォンも来ています。グリフォンズとチャタフォンが柴犬さんに挨拶に行っていますね。ソラくんだいぶ人気者な様子です。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。